片山守秀です。戦中の日本のオーケストラ作品4曲を集めた演奏会についてお話しさせていただきます。小高久忠、伊福部明、山田和夫、諸井三郎の合わせて4つの作品を演奏していただく演奏会ですけれども、戦争中の日本の音楽というものはやはりこう時代、政治的、社会的な要求というものと芸術家の個性というものをそれぞれがいかに折り合わせていくか、多くの作曲家が苦労した時代ではあるわけですけれども、ソ連時代のスターリン時代の第二次世界大戦中のプロコフィエフやショスタコービッチやハチャトリアンやカバレフスキーやポポフやシェバリーンといったような作曲家が同じような苦労をしながら、実は結局後から考えるとその後の時代でも一番演奏される作品を書いていたということからも端的に分かりますように、政治的な要求というものと芸術家の個性というものを折り合わせる苦労の中から、結果的には私は音楽としては良い作品が生まれるということがあると。別にこれ戦争中が良いと言ってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、そういう環境の中で芸術作品としてその時代を語る上で大変貴重な、その芸術家にとっても重要な作品が生まれるということは歴史の中で証明されてきているし、日本の作曲家にも同じロジックが当てはまるというふうに私は考えておるわけでございます。まず1曲目、小高久忠の草原、公共幻想曲草原ですが、この作品は当時の言葉で言えば大東亜共栄圏、満州、蒙古、こういうエリアのイメージで作曲された作品です。そこの大草原の中でアジアの遊牧の民が結局南下して騎馬民族渡来説に似てくるわけですけれども、日本の方へやってくるというイメージで小高久忠は当時この作品を作曲していたとお弟子の林光さんはおっしゃっておられました。私も直接聞いたことがございます。この作品戦後、戦争中もちろん演奏されたんですが、戦後演奏されたことはないと思います。今回が戦後初めての演奏になります。その触りをちょっとピアノで聞いていただきたいと思います。小高久忠の草原を触りのところをピアノで聴いていただきました。全体がどんなものか、本番の演奏をお楽しみにしていただきたいと思います。次2曲目は伊福部明のピアノと管弦楽のための競争風交響曲です。この作品も太平洋戦争中の作品といいますか、まあハワイ真珠湾の攻撃があるよりも前に曲は完成していて、1942年アメリカとの戦争が始まってすぐの1942年の早春に日比谷公会堂で初演された作品でございます。この作品は伊福部明さんはやはり機械文明、戦争の時代、それと民族主義的なものっていうものを重ね合わせて、ピアノというメカニックな楽器と管弦楽の共演によって民族的なエネルギーとある種の機械主義的な音響というものを合成して表現するということを考えて作曲なさっていて、まあ、ある意味戦争の時代の初期の熱狂というものを反映している作品という言い方をしていいような音楽だと思います。この作品は第三楽章においてピアノのトーンクラスターを使っているということでも大変特徴的なものなわけですけれども、その部分をちょっと弾いていただいて皆さんに見て聴いていただこうと思います。伊福部明のピアノと管弦楽のための競争風交響曲、ただいまの第三楽章の触り以外、こう前編30分以上の大曲でございますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。次は山田和夫の御宝でございます。この作品は1945年の元日、
敗戦の年の元日に初演されたというそれだけで歴史的な作品だと言っていいと思いますが、曲の中身も大変興味深いものです。山田和夫さんは、指揮者であり作曲家であって、作曲家としてはマーラーの影響を強く受けて、指揮者としてもマーラーの交響曲が18番お箱であったわけですけれども、この御宝という作品では日本の仏教称名の旋律とマーラーの交響曲第5番第一楽章葬送行進曲の世界というものを重ね合わせてある、ある種の引用と変形による作品なわけですね。その御宝のじゃあマーラーの交響曲第5番とどういうふうに重なっているかということを、ちょっと端的に知っていただくために、まずマーラーの交響曲第5番第一楽章葬送行進曲の冒頭のトランペットのメロディーをピアノで確認させていただきたいと思います。では次に山田和夫の御宝の冒頭、これも管楽器でやられるメロディーですけれども、これをピアノで弾いていただきたいと思います。ただいま聞いていただきましたように、山田和夫の御宝の冒頭とマーラーの交響曲第5番第一楽章の冒頭、パパパパーンとかいうところが、同じものが入ってるわけですよね。こういうふうに山田和夫はマーラーの葬送行進曲の引用だということを分からせながら、しかしメロディーの核になっているものは天台称名のメロディーであってですね、結局葬送行進曲とお経ですから、私はこれを一億玉砕音楽というふうに解釈しているわけですけれども、もうみんな死んでしまうという、そういう戦争の末期的な状況ってものを表している至高の名曲、日本民族最後の叫び、これが山田和夫の御宝だと思います。この作品ぜひ生で聴いていただきたいと思っております。次に交響曲第3番諸井三郎の作品ですけれども、これも戦争末期の作品です。この交響曲では大変特徴的なことがいくつもあるんですけれども、その中で第一楽章のことをまずお話したいと思うんですが、第一楽章は3つの動機、とりあえずもっと本当はあるんですけれども、3つの動機が主題というほどのものでないものが提示されるということがございます。その3つの動機っていうものをピアノで聴いていただきたいと思います。ただいま諸井三郎の交響曲第3番第一楽章を支配する3つの動機を聞いていただきましたが、いずれも交響曲のテーマというには息の短い、だから動機モティーフととりあえず呼んでみているわけですけれども、こういう動機が実はバラバラにこう各々が独立してテーマ的に使われるんではなくて、この諸井三郎の交響曲第3番第一楽章の趣向というのはこの3つの動機が合体するんですね。その合体する箇所を聞いていただきたいと思います。諸井三郎の交響曲第3番第一楽章の3つの動機が合体する、他の動機も入ってるんですけれども、合体して1つのメロディーになって
テーマの全貌が姿を表すところを聞いていただきました。これはどういうことかと言いますと、実は戦争中の日本の思想というものを強く反映していると言っていいと思います。つまり戦争中の日本というものは、東洋の理屈というのは西洋と違って、西洋は例えばそなた形式というものが第一主題と第二主題、あるいは神と人とか、だいたい二元論的な構成を取るのに対して、あるいは善と悪とかですね、そういう世界観から倫理観から、そういう二元論的な構成を取るものが多いのに対して、東洋は一元論であって、バラバラに見えているものが一つに合体して、バラバラなものが別々にあるんではなくて一つに合体しうるんだという世界観が東洋にとっては重要だというのが戦争中の日本の重要な思想だったわけです。これが諸井三郎の交響曲第3番第1楽章には反映していて、バラバラに見える動機が合体してまたバラバラになるということを繰り返すという異様な構成になっているわけですね。その他、諸井三郎の交響曲第3番には当時の日本的なものの追求というものが全3楽章の中に随所に見られているわけで、しかも音楽としてある種の高みに到達している戦争末期の日本人の心情というものを表しているという点でも名作だと私は思っております。以上4曲ご説明いたしましたけれども、これをまとめて聞いていただいて、戦争中の日本の音楽というもののがどういうものであったかということを皆様に4曲並べることで味わっていただくというのがこの演奏会の趣旨でございます。どうかお楽しみに。